そうすると今ですね、ここにアープの通信が PC1 から出ることがわかります。でこれを送ってみますね。はい、まあ、アープなのでブロードキャストされます。そして、まあ、どの端末もですね、自分宛てではないので、まあ、廃棄してるんですけれども、プラスでここに新しく、通信が生まれてます。これは、まあ、自分が使ってるので、それもう使えないよっていうのを返してあげるための、データですね。これを PC0 から PC1 に向かって返してあげます。それ自分使ってますからねっていうふうに送ってあげます。はい、まあ、このような動きをしていることによって、こちらの PC1 のところでは、よいしょ、まあ、このようにですね、 IP アドレスが無効化されて使えない状態になっているという状態です。はい、皆さんこんにちは、マサルと申します。マサルの勉強部屋へようこそ。ネットワークスペシャリストの勉強、今日も頑張っていきましょう。さあ、第22回ですね。今回も、前回前々回と引き続きですね、アープを見ていっているんですけれども、前々回ですね、まずアープの基礎として、同じネットワーク内の場合のこのアープの動きっていうのを確認して、前回ですね、21回のところでは、自分のネットワーク外に通信するときにアープがどういう動きをするのというところを勉強しました。今回ですね、特殊なアープというところで、まあ、それ以外でもアープの技術が使われていますので、まあ、そういったところのお話をしてみたいと思います。まずは GARP からですね。これは、自分自身への IP アドレスへアープをすることです。よく使われる、シチュエーションとしては、割り当てられた IP アドレスの重複を検出するとか、あとはアープキャッシュの強制更新をするために、こういう GARP っていうのが使われています。ここは後で詳しくパケットトレーサーで見るんですけれども、今概要だけ話しておくと、まずはこの割り当てられた IP アドレスの重複を検出するというところに関しては、例えば、手動で IP アドレスを設定するときに、間違えてですね、もうすでに使われている IP アドレスを設定してしまった場合、すでに使われているので使えませんよみたいなメッセージが出て、その IP アドレスが使えないことがあるんですけれども、それは、まずですね、自分自身に割り当てられた IP アドレスを設定する前に、その IP アドレスに対してアープオードを、行ってみるんですね。そうするとネットワーク内に割り当てられる予定の IP アドレスがいませんかっていうふうな、応答がいくので、もし既存でですね、その割り当てようとしている IP アドレスがあった場合は、まあ、応答してきて、この IP アドレスもう使っている MAC アドレスがありますよっていうことを確認できるので、このようにですね、割り当てられた IP アドレスの重複を検出することができます。あとはこの VRRP などでも、この GARP 使われているんですけれども、ここも後でパケットトレーサー見ながらのか分かりやすいと思いますが、簡単にお話ししておくと、 VRRP というのは、まあ、ルーターの冗長化の技術でした。で、この一つのですね、例えば今 PC ですけれども、 PC からデフォルトゲートウェイとして設定するんですけれども、デフォルトゲートウェイがですね、一つのルーターだと、まあ、ルーター一つで、何かトラブルがあったら通信できなくなってしまうので、まあ、ルーターをですね、二つ用意して、まあ、仮想的に一つのルーターに見せかけて、一つのルーターがダメになっても、まあ、もう一つのルーターで通信できますよといった仕組みがこの VRRP です。ただ、この仕組みをよくよく考えていくと、この MAC アドレスってどうやって管理してるんだろうというふうになると思うんですが、どういうことを言ってるかというと、この PC からスイッチを経由して、まあ、メインで動いているルーターがこの2番目の青いルーターだとします。そうすると通常はですね、この2番目のルーターに向かって通信するんですけれども、まあ、何かの理由でこの2番目のルーターがうまく起動しなくなったり、まあ、トラブルがあって使えなくなった場合は、 VRRP なので冗長機能としてこの下側のルーターを使って通信できるようになります。ただですね、この下側の通信させるにあたって、この MAC アドレスというのを、このスイッチは今までずっとこっちに送ってたので、あの MAC アドレスをこっち側でデフォルトゲートウェイは意識してるんですね。
なのでこっち側に送ってもらわないといけないので、デフォルトゲートウェイの MAC アドレスの更新というのをしなきゃいけません。そういった時にこの ARP キャッシュの強制更新ということで、こちらのルーターからですね、デフォルトゲートへの MAC アドレスは自分が今後引き継いでるのでこっち側に送ってくださいねというような時にこの GARP っていうのを使います。これは後で詳しくパケットトレーサーで解説します。そして次ですね、プロキシ ARP です。プロキシ ARP は名前の通り ARP オートの代理を行うプロトコルなんですけれども、これはですね、サブネットでうまく、処理しきれない時の動きをうまく解決してくれるような動きをしてくれるんですけども、これもですね、ちょっと紙芝居的に絵を見てもらいながら話した方が分かりやすいと思うので、これを見てください。まずですね、保守 PC とサーバーがありますと。で、同じ 192.168.0.0 のネットワークにいました。まあ、日頃ですね、保守 PC の 192.168.0.10 から192.168.0.254 のサーバーに対して、まあ、同じネットワーク内なので、まあ、直で通信してですね、保守を行っていました。ただですね、このサーバーが何かしらの理由で、まあ、例えばセキュリティ上の理由とかでもいいと思うんですけれども、別のネットワークにやっぱ移動させなきゃいけないよねってなった時に、まあ、ルーターをまたいでですね、別のネットワークに移動させます。ただ、今まで使っていた 192.168.0.254 っていう IP アドレスはそのまま活かしたいとなったとします。そうすると、この IP アドレスを保ったままネットワークを分割したいので、まあ、サブネットの技術を使ってですね、192.168.0.252 のスラ30とか、まあ、そういったネットワークを新しく作って、その中にですね、既存の 192.168.0.254 の IP アドレスをそのまま引き継いだサーバーを置きます。そうすると、直接通信できなくなってしまいますよねっていうところなんですよね。保守 PC から見ると、今まで通り 192.168.0.254 というのは同じネットワーク内にいると思ってるんですね。なので、まず通信しようとしたときに、まあ、うまく通信できなかったり、すると、ARP でですね、この対象の MAC アドレスを探すんですけれども、このブロードキャス、ARP 要求はブロードキャストなので、まあ、ルーターを超えることができませんと。なので直接このサーバーの MAC アドレスを取得することができません。なぜなら、まあ、ARP 要求はブロードキャストで通信しているので、まあ、ルーターを超えることができませんよというところですね。まあ、そういった時に問題を解決してくれるのがこのプロキシアープです。まあ、プロキシアープをですね、あらかじめこのルーターに設定しておいて、で、このサーバーの IP アドレスに対する要求が来たら、あなたのルーターの MAC アドレスを教えてあげてくださいね、のような設定をしてあげると、今後ですね、保守 PC がこの 192.168.0.254 のサーバーに対する通信をした時は、このルーターが持っているルーターのインターフェースの MAC アドレスに送ってくださいというふうな代理で ARP の応答をしてあげます。これがプロキシ ARP です。なので今後保守 PC からこのサーバー1へのネットワーク、サーバー1への通信をするときには、このデフォルトゲートウェイに通信させて、デフォルトゲートウェイのルーターがですね、うまく通信を運んで通信するというような動きがあります。これがプロキシ ARP ですね。そして最後にリバース ARP です。これは今までですね、IP アドレスから MAC アドレスを得ますよっていうのが ARP でお話ししてたんですけれども、その逆ですね。MAC アドレスから IP アドレスを求めます。これがリバース ARP です。これは新クライアントが端末、新クライアント端末が起動するときとか、あとは、まあ、自身の MAC アドレスを伝えて IP アドレスを取得するときに使われるんですけれども、まあ、今はですね、DHCP が主に使われてますので、あまり使われることがなくて、まあ、特別な DHCP が使えない環境であったり、あとはやっぱりこのシンクライント端末の環境ですね。まあ、こういったところでリバースアープという言葉も出てきますので、これは MAC アドレスから IP アドレスを調べるものなんだなというところを、押さえておくといいと思います。はい。では、それでは今後ですね、ちょっと実演に移っていきたいと思います。
はい、それでは実演編に行きたいと思います。ここではですね、ちょっと GARP の動きというところを見ていきたいと思います。まず最初に説明した GARP というのは、自分自身への IP アドレスへの ARP で、例えば割り当てられた IP アドレスの重複を検出することができますよというふうにお話ししました。なのでこのネットワーク見ていただくと分かるように、この PC0 にですね、172.16.5.10 という IP アドレスが振られています。そして新しくこの PC を追加しようと思うんですけれども、この PC も同じようにですね、172.16.5.10 と同じ IP アドレスを設定しようと思います。そうするとですね、 ARP がどんな動きをするかというところを見てもらいたいと思います。ではちょっとやってみたいと思いますね。モードは、このシミュレーションモードというのを使うと動きが分かりやすいので、シミュレーションモードを使用します。で、見たい、プロトコルは、そして ARP だけあればいいですね。 ARP を設定しておきましょう。ではいきますね。まずは接続しないといけないので接続させます。 PC1 をネットワーク内に参加させますと。はい。で、ちょっとリンクアップするまでですね、ちょっと時間かかりますのでお待ちください。その間に、こっちの PC の設定をしましょうか。PC の設定で、172.16.5.10。サブネットは、172台ですけど、スラ24で255にしときます。で、デフォーゲーは、一応ですね、172.16.5.254にしましょう。はい。このような IP アドレスを設定しました。で、これ閉じると設定が反映されます。ちょっとやってみますね。はい。そうすると今ですね、ここに ARP の通信が PC1 から出ることが分かります。でこれを送ってみますね。はい、まあ、ARP なのでブロードキャストされます。そして、まあ、どの端末もですね、自分宛てではないので、まあ、廃棄してるんですけれども、プラスでここに新しく、通信が生まれてます。これは、まあ、自分が使ってるので、それも使えないよというのを返してあげるための、データですね。これを PC0 から PC1 に向かって返してあげます。それ自分使ってますからねというふうに送ってあげます。はい。まあ、このような動きをしていることによって、こちらの PC1 のところでは、よいしょ、まあ、このようにですね、 IP アドレスが無効化されて使えない状態になっているという状態です。まあ、これが GARP ですね。自分自身へ、この自分自身の 172.16.5.10 に対して ARP を応答してみて、で、それに対する、ARP 要求をして、それに対する応答があれば使えないといった動きになっています。なので、IP は変えてあげる必要があるということですね。まあ、今回この PC はあまり今のところだけで使用するので、以上にします。あとは、この、せっかくですね、VRRP を組んでみましたので、VRRP の部分の ARP の動きも見てみたいと思います。まずは、よいしょ、PC0 から、例えばですね、よいしょ、このサーバー 10.0.0.10 に向かって、まず何もしてない状態で通信させてみましょう。このようにするとですね、ピングを打つと、まずはこう ARP が生まれて、デフォゲ持ってる人教えてくださいねっていうふうに来て、まあ、上のルーター0が今メインで動いてるルーターなので、ARP 音が入ってきます。そしてサーバーに通信させるために、サーバーの MAC アドレスを得るために、またルーター0が ARP を送ってますね。で、サーバー0が ARP を返してます。はい。まあ、このような動きがありまして、そうするとスイッチ0の MAC アドレステーブルを見てみると、
にですね、デフォルトゲートウェイが今、この仮想 MAC アドレスの末尾 AC05 を持ってるんですけども、仮想 MAC アドレスを持っている AC05 に通信する場合はポートの FA0 すら2から出しましょうといった MAC アドレステーブルになってます。 FA0 すら2はこっちの上の方ですね、ここです。 FA0 すら2から出しますというふうな設定になっています。そしてこの HSRP を一度こっち側ですね、よいしょ、ここの GI0 すら0すら0をシャットダウンさせて経路をですねこっち側に下の方に変えてみたいと思います。今シャットダウンしました。そうすると、はい、このようにですね、この HSRP を組んでいるルーター同士でですねうまくこう疎通ができなくなるので、このルーター1から ARP、GARP が出て ARP テーブルの強制の更新が今起こっています。はい、そうすることで先ほどまでFA0 すら2だったものが更新されて、今はですねこのデフォルトゲートウェイである仮想 IP の MAC アドレスのテーブルは消えましたっていうところですね。はい、ではここでですね GARP の更新ができたというところで今日の動画はここで終わりにしたいと思います。で前回からどんどんですねこう ARP を見ていきましたが、次回は ICMP についていろいろ情報をまとめてみたいと思いますので、気になる方はぜひご覧になってください。はい、では今回もご視聴いただきましてありがとうございました。